本日は長崎孔子廟にお越しいただき誠にありがとうございます。ただいまから変面師京介さんによる変面書をご覧いただきますが、その前に変面について解説をさせていただきます。現在中国には約300種類もの伝統演劇がございます。その中の一つに四川省に伝わる天劇というものがあります。この天劇の演目の一つが変面です。変面とは踊りながら一瞬にしてお面を変えるという伝統演劇です。このお面の仕掛けは中国の国家無形文化財にも指定されています。皆様このお面の仕掛けの方に目が行きがちなのですが、実は変面師のお面が変わるごとに踊りの方も変化していきます。男性のお面の時はダイナミックに、女性のお面の時はしなやかに、動物のお面の時はの動物に合った動きに、こういった変面師の踊りの変化の方にも注目してみてください。それでは始めさせていただきますが、皆様音楽が始まりましたら手拍子や拍手などでショーを盛り上げてくださいますようお願いいたします。またショーの終わりに撮影に夢中でショーを楽しめなかったという声がたまに聞こえてきます。ぜひ自分の目でショーをお楽しみください。では目一つ一つに喜怒哀楽を表し、スピード感あふれるショーをお楽しみください。どうぞ。Thank you.
車ご覧いただきありがとうございました。長崎孔子廟では奥の大聖殿でお参りや、その奥の博物館もお楽しみいただきます。